12月21日水曜日の全国のお天気をお伝えします。西から天気は下り坂で雨や雪が降ります。九州地方は朝から、中国四国地方は午後から、近畿地方は夕方以降雨が降り出します。外出の際に雨が降っていなくても雨具を忘れずにお持ちください。東海、関東、北陸は夜雨が降る予想となっております。お帰りに備えて雨具があると安心です。北日本は雪は落ち着くものの雲が優勢ですっきりしない空となります。翌日は雨が降る予想となりますので、積もった雪、片付けを進めておくと良さそうです。全国的にこの時期らしい寒さとなります。暖かくしてお過ごしください。最新の気象情報はお天気アプリウェザーニュースからご確認いただけます。ぜひご利用ください。